天理大学ベアーズとは、天理大学ホッケー部のチーム名である。男子は1954年、女子は1977年に創部。創部目的のオリンピック出場を目標に、多くのホッケー日本代表選手を輩出している。ベアーズの由来は、天理大学創設者で、天理スポーツの親である、天理教2代新柱、中山章然の風貌が熊に似ていたことから、図案化され、 新柱宅のシンボルマークとされていたものを、1975年に男子部の第二次東南アジア遠征を機に、それにホッケーのスティックをあしらい、天理大学ホッケー部の部長としたことから、関西学生ホッケーリーグでは1960年、春季リーグ初優勝。1966年に東西大学ホッケー王座決定戦で優勝し初の全国制覇。 1967年には、全日本学生ホッケー選手権大会と、全日本ホッケー選手権大会の2大タイトルを初めて獲得。全国大会18回連続優勝、関西学生ホッケーリーグ331連勝などの実績を持つ。全日本選手権大会において、史上最多、計22回の優勝を誇る。また、全日本学生選手権、 全日本大学王座決定戦においても史上最多の優勝回数を誇る。1989年のアジアカップ大会に単独チームで日本代表として出場し、銀メダル。1990年第1回アジアクラブ選手権大会初代女王。1995年第2回大会銀メダル。1997年高窓の宮杯日本リーグ初代女王。 全国大会20回連続優勝、国内219連勝などの記録を誇る。また、全日本学生選手権、全日本大学王座決定戦においても、史上最多の優勝回数を誇る。公式サイト天理のマスコット、公式サイトマイナスホッケー部遠隔男子ホッケー、日本リーグ参加チーム情報女子ホッケー、 日本リーグ参加チーム情報アーカイブド2013年7月23日アットザウェイバックマシンありがとうございます